ギネスに挑戦。街中1万人西洋大,大茶会は2006年10月8日に愛知県西尾市で行われた大規模な茶会。2006秋の西尾城市祭りのメインイベント及び西尾市商工会議所の50周年記念事業として催された。西尾市街地中心部の道路上に約1 5トルにわたって赤いカーペットが敷かれ、二人がタイになって、 抹茶を立てて飲み干した。茶会の最多参加者数のギネスレコードを更新することも目的であり、それまでの世界記録であった7,250人を上回る14,718人が参加し、その場でギネス記録更新の認定証が発行された。認定されたのは氏名にちなんで午後2時40分であった。特別ゲストとして加藤茶が招かれた。 当初の目標人数1万人を大幅に超過したことから会場の拡張や抹茶茶ワンの追加経費などで3000万円の予算を超過イベントの収支は2067万円の赤字となったそのうち1011万円を西尾市が負担し残額を西尾商工会議所が負担することが決まると同年11月15日市内在住の弁護士が 市の支払いを認めず、実行委員会長である中村明武市長個人が支払いを求める住民監査請求を提出した。しかし、市のイメージアップに大きく貢献したことなどを理由に、請求は棄却された。2008年2月24日、インドのインドール市で開かれた大茶会に32,681人が参加。即座にギネス記録に認定され、 西尾の記録は世界第2位となった。ありがとうございます。